クレアチンキナゼ MM、ダイマー、ヒューマン、クレアチンキナーゼ、CPK は、動物が持つ酵素で、筋肉の収縮の際に、エネルギー代謝に関与している。EC 番号2.7、3.2。働きは、クレアチンと ATP から、クレアチンリン酸と ADP が生成する反応の媒介である。骨格筋や心筋など、興奮性を持つ細胞に分布している。 CK は骨格筋、心筋が障害を受けた際に血液中へ流出する逸脱酵素として臨床上重要である。心筋梗塞、筋炎、筋ジストロフィーなど心筋障害、筋疾患で血中濃度が上昇する。ただし、激しい運動などでも筋繊維が壊れるため CK の上昇が見られることがある。単位は IUL。正常値は 男性の方が高く、男性で30から 190IUL、女性で20から 150IUL 程度とされている。CK は2つのサブユニットからなるに両体のタンパク質である。このサブユニットには2種類あり、この組み合わせによって3種類の CK がアイソザイムとして存在する。骨格筋には MM 型、心筋にはメガバイト型が多いため、 原因不明の c k 上昇ではこのアイソザイム比率を分析することで有意義な所見を得られることがある。また、急性心筋梗塞が疑われる際には CK メガバイトの測定が診断の裏付け及び重症度の指標となる。心筋梗塞の発症後 CK 値が上昇するには若干のタイムラグがある。急性期の対応では確定診断のためには CK メガバイトよりも早く上昇し、やはり得意性の高いトロポニン T 値が重視される。CK メガバイトでも骨格筋由来が正常でも5%程度認められることが知られている。そのため CK 上昇時には比率を調べる必要がある。また骨格筋からも筋再生時には CK メガバイトが算出されることが知られている。この場合はトロポニン T なども 同様に算出される。特に皮膚筋炎、多発性筋炎の活動期には CK の25%が CK メガバイトとなることもある。蒸気疾患の合併症に新筋炎が認められることもあるため心臓、超音波検査の併用が必要である。免疫グロブリンとクレアチンキナーゼが結合し、検査上高値となる症候があり、マクロクレアチンキナーゼ血症と呼ばれる。 ほとんどは疾患を意味するものではないが、時に悪性腫瘍や抗原病によるマクロ CE 軽血症もあり、注意を要する。ありがとうございます。